辻元清美議員ワイドスクランブルに出演ということでびっくりしましたよね。でね、私は1週間で辞職したなど、この他にもいっぱいあったんですけどね、まあ嘘と言いますか、これ何言ってんのっていう内容がたくさんありましたんで、それにご紹介していきましょう。さあ、まずはですね、これ辻元さんなんですけども、まあなんでしょうね、最近もう勢いないですよね。特に話題になったといえばこれでしょ。これ何ヶ月前でしたっけ、辻元さんがね、この国会の前でタクシーから降りました。そして横断歩道を渡らずに、そこのね道を横断していきましたら、向こうに止まっています警察車両から、はいそこ渡らないとか言って言われて、大慌てで走って逃げていったと。もう話題になったといえばもうこれぐらいしかないじゃないですか。だからね、本人相当焦ってると思うんですよ。ですから今回のワイドスクランブルの出演に関しても、これはもう2つ返事でね、出ます出ますって感じだったんでしょうね。ただね、私や彼女の立場だったらやっぱり出ませんよ。だってどう考えたって出たら一斉攻撃受けること分かってるでしょう。しかも今回のがすごいんですよ。自民党のあの政治と金、あの問題を追及するというね、その役目で出てるんですから、もうむちゃくちゃとしか言いようがないです。で、面白い資料があるんです。はい、これ見てください。何だと思います？これね、視聴率なんですけども、はいこちら、あそこの赤枠上がテレビ朝日ということで、一番上のこのピンクの線なんですね。で、注目してほしいのは右下の赤丸なんですけども、あれがね、昼の12時。で、この12時を回ったあたりから辻元さんがテレビに登場したんです。で、見てください。だーっともうだだ下がりでございますでしょ。結局ね、辻元さんが出たことによって視聴率が落ちているんですよ。もう需要ないと思うんですけどもね。まあでも辻元さん必死だと思いますよ。なんといっても辻元さんの芸風というのは、こういう形でテレビに出てわーっと騒いで脚光を浴びると、そして色をなして詰め寄ると、これが彼女のやり方です。いいですか、これ彼女の伝統芸になりますので、これをやるためにもどん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 マスコミに露出をして目立たなくちゃいけないんです。だから今回もこれはもう自爆覚悟で、よっしゃ出たるわということで出たんでしょう。まあそれにしてもね、立憲民主のこの人材不足というのはもう異様な、これ域に達してますね。それではそもそもなんですけども、そもそも論としてやっぱりここになっちゃいますね。もう20年経ちましたか、辻元被告に有罪ということで、例の秘書給与疑惑じゃありませんね、秘書給与を騙し取ったということで逮捕されました。そして執行猶予で議員も辞めましたということになっています。でね、私の考え方としましてはね、まあ、これは司法国会になりますので、一度こういう事件を起こしても執行猶予を含めて蹴りがつけばですね、これはチャラと、私これ自体にはもう全然ありません。だから辻元さんがね、またこれ選挙に出て選ばれたんであれば、これに文句を言うつもりはありません。ただね、これ議員になったって言いますけど、ちょっと正直言っておかしいですよね。これ小選挙区でこれ負けてるわけですから。さあ、それはまた後から触れるとしまして、こういう話をしますとね、必ずこういう意見出てくるんですよ。例えば野球の清原元選手ね、清原さんいるでしょ。で、清原さんはああいう形で麻薬で大失敗をしました。そしてもう執行猶予も空きました。そして今ですよ、もうああいう麻薬というのは絶対やってはいけないんだということで、撲滅の啓蒙活動に勤しんでると仮定しましょう。で、そうしたときにこの清原さんのね、行動を否定していいのかと。それダメでしょ。いくら過去にそういうことをやったとしても、門が開けました。そしてそれに対して非常に反省をして、今啓蒙活動、撲滅活動をやってるんだと、これは清原さん頑張ってって形で、まあ、拍手になるわけですよね。だけどどうです、否定はしませんけども、本当に清原大丈夫かよという、そういうね、意見がつきまとうのはやむを得ません。だからこれはね、辻元さんの一緒ですよ。いくら門が開けたとはいえ、ああいうことをやっていてね、そしてどの口が言うんだっていうことになっちゃうわけでしょ。しかもね、これ清原と辻元で、この2人というのは全然ね、スタート地点が違うんです。例えばこれね、清原さん野球選手です。どうですか、清原さんに高い倫理性なんて皆さん求めています？求めていないでしょ。野球選手だから豪快に打って、私生活は法律を犯さない限りでめっちゃくちゃやってもらった方が僕らとしては痛快なんですよ。その方がスター性があっていいわけでしょ。ところが辻元さんはどうでしょう、国会議員です。高い倫理性を求められる仕事についていて犯した犯罪なんですよ。ですからこの清原さんと比べると、スタートといいますか、前提が全く違います。だから清原さんが昔のことを反省してね、こんなことやっちゃダメだぞ、いいかみんなというのは、おお頑張れ頑張れになるんですけども、辻元さんの場合というのは倫理性を求められる国会議員です。だから門が開けたとはいえ、どの口が言うんだと、よくこんなことで平然とテレビに出てこられるなということで、みんながこれ
非難するんです。だから今回もすごいですよ。おいおい辻元が出てるぞということで一斉に X では非難されておりました。これ当然ですよ。これは辻元さんね、これも感受しなくちゃいけないと私は思います。でこれテレビの画面をね、こうキャプチャーしたんですが、まあこれに関しては当然でしょうね。これテレビ局ワイドスクランブル としてもね、これ辻元さんを出すからには当時のこういうことは紹介せざるを得ませんよということで辻元さんと合意はしてるはずですから、辻元さんもね、過去のこの動画を見て、これは本当に私はね悪いことをしました、間違っておりましたということで、これは全面謝罪をしていました。でまあこれはいいですよ、これに関してはね悪かったということで、この話はこれで終わりなんですけども、この後にね偉そうにこう糾弾していくんですよね。まあこの辺がもうデタラメとしか言いようがないんですけども、それで冒頭のサムネにも書きましたが、私はね潔く1週間で議員を辞職しましたというくだりがあるんですが、これもねデタラメですよ。いや確かにね1週間程度辞めたのは事実ですけども、これは辞めさせられたということでしょ。しかもこの人、皆さん覚えてます？当初は私はやっていない、私は知らなかった、秘書がやったという、今ねあなたが糾弾していることを自分でも一生懸命言って逃走を図っていたんですよ。ところが証拠が出てきて諦めて万歳したというだけの話ね。それをまるでね私は潔よかったみたいなことを言ってるんです。20年経ってもこんなこと消えるわけないでしょうがと。はい、そしてね当時の赤旗見てみましょう。辻元社民議員、給与差しは否定ということで、この文章に書いてあるんですよね。で、当時のニュースなんかも残ってます。ちゃんともうね、こう出ていますよ。辻元議員はこれを否定していますと。そんなつもりはなかったと言っていると。こういう証拠残ってるのに、ああいうこと言ってしまうと。もうこの辺がおかしいでしょ。はい、もう私これ見てて、本当ぶっ飛んだと言いますか。なんでこんなことが平気で言えるのかというのがね、もう不思議で不思議で仕方ありません。さあ、今度は X 見てみましょう。これ、コムガクさんですか。テレビの中ではこんなくだりあったんですよ。辻元清美がね国会に引っ張り出されたんですって言っていました。つまりね、私は一回国会から退場を食らったと、出ていけと。でこれは仕方がありません、私退場しましたと。ところがお前が必要なんだということで、また国会に引っ張り出されたんですということで、自分がなぜかねヒロインになってるんですよ。これもまた口がね、わあ何言ってんだということで顎がね外れるかと思いましたよね。違いますよね、国会に引っ張り出されたんじゃありません。あの秘書給与疑惑で辞めたでしょ。そして国会議員に戻りましたけども、高槻の小選挙区でもうお前はいらないということで落とされたでしょ。脳を突きつけられたんですよ。ところが国会議員にしがみついて、今度は参院選の方に打って出ました。しかも参院もあれ実力じゃないですよね。あれは立憲民主の枠で上位に入って戻ってきたということですから、もう完全にね需要がないんです。それをね国会に国民から引っ張り出されたと、国民によって後押しをされたみたいな、ね、そういう言い方をするんですけども、これもねテレビで普通は言えるような発言じゃないと私は思いますね。さあそしてねこんな記事もありますよね。これはもう何でも前になっちゃいますけども、例の関西ナマコン、これはっきりさせてないんです、ここの問題を。でこの夕刊フジの記事、まあこれもう文字が潰れてちっちゃいですからね、私が要約しますけども、例の関西ナマコンあるでしょ。であそこへのね政治資金、つまりあそこから寄付があったというね、そういう疑惑があったんですよ。でこれをね、新聞社が追っていって、新聞社といいますか、まあ、週刊朝日ですね、週刊朝日が追っていってね、あの武藤被告との付き合いとか、あここのね連帯から献金を受けたんじゃないかってことを問い合わせましたら、なんと事務所は献金はもらっていません、事実はないと言って否定したんです。ところがその後に夕刊フジが改めていろいろ官報を確認したところ、もらっているということが発覚したんですよ。ですから夕刊フジはこれは事務所にこう聞きますよね。辻元さん嘘じゃないですか、あなたもらってますよね、さあこれいかがでしょうって言ったら、なんて事務所答えだと思います。18日にいただいた問い合わせの件については、すべて収支報告書に記載された通りですと回答と。はい、回答に全くなっていません。こんな汚いこれ答弁ないでしょう。あなたがいつも糾弾しているこれ自民党の議員の逃げ方と同じじゃないですか。それを辻元さんやって、関西ナマコンとのこの政治資金の疑惑についてはうやむやにして逃げているんです。これ現在も逃げ回ってるってことですよ。この状態にもかかわらずテレビに出てきて、自民党の裏金問題、あれは許せないんだということで、もう鼻の穴からねもう息を吹き出しながら大きくして、うわーとか言ってね大騒ぎしていたわけなんですよ。さあ今度はね、ボウですか、ゼロ一二五さんね、大下陽子さんが、
立憲の政党交付金は68億円と思いますと、それでも足りないんですか、辻元さん、それでも立憲は赤字なんですと、おいおいと、立憲、あなたたちは何にも活動してないでしょう、あ、妙な活動してるか、68億円も年間もらっていて赤字ってどういうことですか、一体何をやって68億円も日本人のこの税金を使い切っているんですか、おかしいでしょう、赤字、これ明らかにしなさいよ、立憲民主党と、どこまでこの、ね、お金が流れているのか、もうどんな闇の世界に流れているのかと思うとね、もう腹立たしくてしょうがないです。あ、ちなみにね、これはあの自民党でも一緒ですよ、自民党の100、ね、何十億、あれについても私は一緒なんですけども、立憲もなんでこんな金がかかるの、おかしいに決まってるじゃないですかと、はい、そして宮脇さんがこうツイートしておりますと、CLP とかに流して、ね、垂れ流して情報工作してるじゃんと、はい、CLP、これね忘れちゃダメですよ、あのねブルーオーシャンとかいろんな問題がありましたけども、脱皮問題がありましたね、脱皮問題、自民党がそういう民間の会社に金を流して野党の攻撃をさせているんだと、はい、あの一件で野党、特に立憲民主はね、もう福山さんなんかもう顔真っ赤にして怒ってましたね。と思ったら大ブーメランが飛んできて、あれあれと、あなたたちブルージャパンなる会社に9億円という金額が立憲民主から流れていませんかと、そしてそこがね、おかしなふうには資金の流れを通じて、これ自民党を攻撃している、政権を攻撃しているじゃないかと、こういう疑惑があります。で、疑惑といいますか、これね、立憲民主逃げ回って曖昧にしたまんまです。9億円ですよ、68億円で足りない、ここにもし9億円が流れていなければ全然足りると思いませんか、こういう妙なことをやっているんですね。で、こういうことについてやっぱり辻元清美さんはこれ答えませんと、しかもね、野田中央公園問題とかいっぱいあります、もう疑惑の総合勝者って人言ってますけど、自分が疑惑の総合勝者ですよ、こんな人間がいいですか、何回も言いますよ、地上波に出てきて自民党の裏金問題を追及すると清廉潔白を装って発言してるんです。そりゃね、みんなねびっくりしてね、びっくり仰天で、もうこれひっくり返るに決まってますよね。さあ、いかがですかね、そんなところでのんきにカレーライス食べてる場合じゃないんですけども、辻元さんね、私はね別に辻元さんが何を主張しても構わないんですけども、この過去のことをねなかったことにして、で平然と厚顔無恥でね表に出てくるという、この神経が私は理解できないんです。皆さんどう思いますかね、今回の今日のワイドスクランブルの出演につきまして。さあ、今日のね、動画が良かったと思う方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。そして3月からですね、メンバーシップを始める予定でおりますので、またその時は告知いたします。ぜひよろしくお願いいたします。それでは。